本日はコストコで購入したリオスインギングハンモックチェアの紹介です。コストコで3980円というかなりお安めの価格で購入いたしました。組み上がるとこういう感じのチェアになります。イーモかなかなんかからスターゲイザーっていうのがあったと思うんですけど、あんな感じのチェアになりますね。イーモのスターゲイザーだと確か先日特売価格で1万円ぐらいだったような気がします。こちらの方はコストコで3980円なので、まあ半額以下ですねの価格で買えるチェアになります。耐荷重は136キロありまして、いわゆる普通の日本人の方であればまず問題はないだろうというぐらいの耐荷重になっています。では早速組み立ててみたいと思います。組み立てた感じはですね、結構大柄ですね。組み立て自体は簡単で、足を広げて足のところにストッパーのピンがあるので、そのピンを両側刺して、あとは座面のプラスチック部分をポールの上に乗せてあげるというだけの非常にシンプルで簡単な組み立て方になります。座り心地ですけど非常に大柄ですね。私、身長が175センチで、まあちょっとおっちゃいの体型なんですけど、まあその私でも十分にというか、もうかなり大きいぞっていう、もっともっと大きい人が座っても大丈夫な。ですね、この辺はさすがコストコの海外製品だけあって、重量感の作りになっています。ここにですね、肘掛けみたいなポールが入ってるんですね。なのでここにこう肘を掛けてこうゆったりすることができるという感じになります。で非常に座面が深いので、今私ちょっとこうまっすぐになるために浅めに座ってますけど、こう完全に深くまで座ると こういう感じになりますね。この両サイドにバックルがついていて、このバックルで背もたれの寝る位置というか角度一番高くしています。で少し引いてあげるとこんな感じという感じで、リクライニングの調整がこれでできるんですね。面白いですね。もっと引いてみましょうか。最大限引いてみると、あ、こんな感じでほぼほぼ定食の椅子に座っているのと同じ感じの背もたれ感。こっち側にドリンクを入れるドリンクホルダーですね、がついています。スマホかポケットみたいなものはついてなさそうですね、裏側にもついてなさそうです。一応ここにですね、枕のようなのがついていますが、これがね取り外しできないんですよ。縫い付けられちゃってるので、これがベルクロみたいなので取り外しができたらこの枕だけ洗えていいのかなというふうには思いました。このチェアのいいところは設営撤収が簡単ということですね。まあ私本当初見でとりあえず説明書も何も見ないで組み立てましたけど、全然迷うことなく組み立てること
まくいきましたし、撤収も非常に簡単というのがいい点だなと思います。でもう一つは、この大柄な作りですね。大柄であるというのは非常に座り心地もいいですし、ゆったりとできるのでいいかなというふうに思います。まあ、あとはですね、その耐荷重が136キロまであるということで、まあ多少大柄の、ね、方でも、まあ、日本人の方であれば、まあ、ほぼほぼ、問題なく、ご利用いただけるのではないかなというふうに思います。残念なところは、まあ、これはさっき言ったいいところの裏返しでもあるんですけど、大柄であるということですね。それなりに設置のスペースを使いますということ。食事をしたりするのには向かないですね。食事をするための椅子は別に用意しておいて、これは木陰だとか、例えば焚き火の近くだとか、そういったところに置いて、ここに中なりこうくつろぐためのチェアになるのかなということで、まあ、このチェア一つでね、まあ、食事できないことはないんですよ。こうやってハイスタイルだと思ってできないことはないんですけど、やっぱり本来の用途としてはこうやって座るための椅子かなと思いますので、まあ、くつろぎ用のチェアということで、ちょっと用途が限られるというような一つのデメリットになるのかなというふうに思います。まあ、あと残念なところといえばですね、まあ、中国製なのであると仕方ないのかなと思いますけど、こういうところですね、最初からこう汚れがねついてたっていう感じのところですね。まあ、あとですね、こういうところにちょっと擦り傷みたいなのがあったりとか、まあ、こういったところはまあ中国製なのである程度仕方ないのかなというふうに思ってはいますが、まあ、やはりもう少し検品とかしっかりしてもらえたらいいなと思います。あと先ほど申しましたけれども、この枕がね取り外しできない、こう縫い付けられちゃってるんですよね。なので、まあ枕は汚れやすいと思うので、この枕が洗えるように取り外しができたらもっと良かったんじゃないかなというふうに思います。あとやはりネックになってくると思うのがこの大きさだと思います。肩からかけてもこのぐらいのサイズはあります。ニーモのスターゲイザーの価格は半分以下ですが、サイズは倍以上でですね、非常にそのコストパフォーマンスという言葉が非常に分かりやすい商品かなと思います。ということで、本日はリオブランドのハンモックチェアを紹介いたしました。1泊2日だとね、なかなかこういうの持っていくの難しいと思うんですけど、まあ、2泊とか3泊とかゆっくりキャンプされる方でしたら、こういうのが1つあると日中くつろいで過ごせるのではないかなと思います。これで3980円なので全然ありだと思います。ぜひ興味ある方はコストコへ走ってみてはいかがでしょうか。ではまた。